メアリー・マローン。メアリー・マローン。1869年9月23日から1938年11月11日は、世界で初めて臨床報告されたチフスキンの健康保険者、発病はしないが病原体に感染している。不健性感染となり、感染源となる人。アイルランドからニューヨークに移住したアイルランド系アメリカ人で、1900年代初頭に、 ニューヨーク市周辺で散発したチョーチフスの原因になり、チョーチフスのメアリーあるいはチフスのメリー、タイホイド、メアリーという通称で知られる。イギリス統治下のアイルランドと、現在の北アイルランドティロン州生まれ、アイルランドでは1840年代後半のジャガイモ基金に橋を発した、食糧難と貧困からアメリカ合衆国へ移住する人、人学、 メアリーもまた1883年14歳の時に単身ニューヨークへと移住した。これといって手に職を持たなかった彼女はニューヨーク周辺で家事使用人として働いていたがやがて料理の才能に目覚め1900年頃までにはその腕の良さと子供のように善良なと評される人柄から信頼を集め住み込み料理人として不合宅に雇われて他の使用人よりも 高級を得ることができる身分になっていた。20世紀初頭ニューヨーク周辺では、蝶地フスの小規模な流行が散発的に発生していた。メアリーが雇われていた家の住人もこの薬病の被害に見舞われ、メアリーの手厚い看護にもかかわらず病状は重くなる一方であった。1900年から1907年の間に、メアリーは何回か、 勤め先を変えたが、その間分かっているだけで、メアリーの身近で二十二人の患者が発し、そのうち選択肢をしていた若い女性一人が死亡した。これらの不合の一人から、腸チフスの原因を解明する仕事を依頼された衛生士は、疫学的な調査を地道に行い、その結果一つの事実を見出した。それは、メアリーが雇われた家庭のほとんどで、彼女がやってきた直後に、 超チフスが発生しているということだった。この結果から、ソーパーはメアリーが、チフス菌の保給者ではないかと疑い、1907年に、メアリーが雇われていたニューヨーク近郊の不豪宅を訪れた。彼女が感染源として多くの犠牲者を出したことを告げ、調査のために尿と糞便のサンプル提出を求めたソーパーを、メアリーは激高して追い返した。しかし、 自分の調査結果に確信を抱いていた。ソーパーは、に勤めていたハーマン・ビックスに、自分の仮説を告げて相談した。ビックスもまた、ソーパーの考えに賛同し、医師のメアリーのもとに赴かせ、再び説得に当たった。しかし、それでもメアリーが、大きな金属製のフォークを振り回して激しく、抵抗したため、三度目には、とうとう五人の警官が共に赴き、五時間の探索の、 末に、クローゼットに身を潜めていたメアリーを見つけ出し、強制的に彼女の身柄を確保した。ニューヨーク市衛生局で細菌学的な検査が行われた結果、彼女の瓶からチフス菌が検出された。このため彼女はの病院に収容、隔離された。しかしメアリーはそれまで超チフスを発症したことがなく、彼女自身が病気になったり、保菌者であるという自覚のないまま、 周囲の人に感染を広げる健康保給者、無症候性キャリアであった。その当時の細菌学の考えでは、特にチフス菌のように毒性の高い細菌が、このような表に出ない感染、不健性感染を起こすということは知られておらず、ソーパーは、この特殊な症例を1907年6月15日付の市に発表した。しかしこの検査結果を突きつけられてもメアリーは、納得しなかった。 彼女は、それなりに教養を身につけてはいたが、健康保険者が存在するという考えは、当時の社会一般から見ればあまりにも非なものであった。ため彼女には、受け入れられず、むしろ、言われのない不当な扱いを受けているという思いを、募らせるばかりであった。何よりも彼女が堅タクな考え方の持ち主であった、ことがその最大の理由であったとされるが、 不衛生なスラム街に住むワイルランド系などの移民を薬病の原因と考えていた差別への反発もあった。市営政局は1年以上にわたって、メアリーの瓶からチフス菌が排出され続けていることを確認していたが、メアリーはサンプルを別の医師に送って、独自に検査を行い、チフス菌が検出されなかったという報告を受けたことで、さらに自分が不当な扱いを受けているという確信を強め、 隔離から2年が経過した1909年に、市衛生局を相手に隔離の中止を求めて訴訟を起こした。この訴訟の間も、メアリーは隔離されたままであり、病室のガラス越しに新聞記者の取材を受けた。これが世間の注目を集め、台風移動、メアリーの名を広めるきっかけになったと言われる。訴訟は衛生局側の勝訴で終わったが、この訴訟によって、 メアリーには隔離から解放されるきっかけが与えられることになった。そして1910年、食品を扱う職業にはつかないこと、定期的にその居住地を明らかにすること、という二つの条件を飲むことで、メアリーは隔離病棟から出ることを許され、再び自由を得た。釈放されて、しばらくの間、メアリーは衛生局との取り決めを守って、 洗濯婦など食品を扱わない家事使用人としての食につき所在を定期的に連絡していたが、やがて連絡が途絶えて消息がつかめなくなった。そして次に、彼女の居場所が明らかになったのは、釈放から5年後の1915年、再び長チ地不遂行の感染源として見つかった時であった。その時彼女は調理人として、しかもニューヨークの産婦人科病院で、 偽名を使って働いていたのである。そこで引き起こした超チ,チフスで25人の感染者と二人の死者を出した。この事件をきっかけに彼女は再びノースブラザー島の病院に隔離され亡くなるまでの23年間そこから出ることはなかった。普段は健常者となんだ変わらないままに隔離された彼女のその後の人生を知る手がかりは少ないが病院内で看護師、介護人、 研究室の技術補佐員としての仕事をしていたことが記録に残っていた。1932年に心臓発作から身体麻痺になり、その6年後の1938年、子供たちの声が聞こえる小児科病棟の近くに移されたベッドで息を引き取った。メアリーの死後、病理解剖の結果から彼女の胆脳に腸チフス菌の感染症があったことが判明した。 通常、食べ物と共に消化管に入ったチフス菌は、微物を分解する役割を担ったマクロファージの細胞内で分解を逃れたまま増殖し、腸管膜リンパ節から肝臓、脾臓などに全身に感染を広げるとともに、発熱、皮種、バラシンなど、を、腸チフス特有の症状が現れる。しかし、チフス菌が胆脳だけに感染した場合には、 特別な症状が現れないまま胆脳内部に定着し、特に胆石がある場合などに起こりやすい、生涯にわたって菌が単純に混ざって腸に排出され続けることが明らかになった。メアリーの症例では、最初のチフス菌による感染が弱く、本人の抵抗力がそれに勝ったため症状が現れず、また同時に腸チフスに対する抗体などの免疫を獲得したために、本人には、 症状が現れることがなかった、不健性感染のだと考えられている。しかし瓶に混じって排出され続けたチフス菌は、目に見えないもののメアリーの種子などに付着しており、本人に自覚がなかったために手洗いを油断した際に、食事に混じり、周囲の人間に感染したのだと考えられている。メアリーの境遇は、公衆衛生と個人の人権という二つの観点から、議論され、 その人物評は評価する人によって様々である。しかしながら対別すると、一つは邪悪な感染源、一つは不運な社会的被害者という二つの見方がなされることが多い。前者の見方をする人はアメリカで最も危険な女性と呼び、その一部にはメアリーが一度目の隔離の後に偽名を使って、再び調理人の職を得て感染症を引き起こしたことを理由に、 彼女が邪悪な意志を持ってわざと事件を引き起こした正規の大役人と得る人もいる。しかしか自称人の中で料理人が優遇されていた社会的背景と彼女自身が自分が保健者であるということを信じていなかったことを理由にこのような考え方を無批判に支持する人は多くない。また当時彼女以外にも長地不須金の健康保険者が ニューヨーク全体で100の200人程度いたであろうことが指摘されており、彼女だけが厳密には、その他にも就業制限を受けた人が何人かいたが、隔離によって自由を奪われたということは批判の対象になり、しばしばアイルランド系移民への差別問題と関連して議論出る。しかし、彼女がその堅くなさゆえに47名の感染者と3名の死者を出したことも事実である。 タイフイトメアリー、ジョーチフスのメアリーのエピソードは、公衆衛生の意識を高めるための教材として、特に食品を扱う人がいかに衛生面に気を使うべきかということを語るものとして、その恐ろしげな呼び名と共に語られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。